お、月尾さん、ボールデフ入れましたね、はい、ちゃちゃっと変えましたね。ちょっと行ってみますか。ボールデフを入れたことによっての、まず感じることは何を感じますか。何か感じますか。まずですね、なんていうの、やっぱこのアクセルを入れた時のなんかあれがほらスリーっていうのが、うん、まあ、今のはちょっと失敗してからスリーってなったらあれがちょっとマイルドになって、まあ、要は内輪差、そうそうそう、が吸収されるからですね。そうそう、あ、いいね。やっぱちょっとアクセル操作が、うん、楽になった。プッシュアンダーが出にくくなりますね。あ、なるほどね。それが言いたかったんだよね。さっき言われてましたもんね。あ、そう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 。まずやっぱ何よりね、はい、ちょっと行こうか、今から行こう、はいはい、何より、はい、やっぱりプッシュアンダーがね、うん、減ったね。あ、大丈夫で、あ、OK、いいね。まだ調整はされてないんですよね。調整はまだしてないね。まあ、俺の感じから言うと、うん、若干もうちょっと緩めてもいいかなみたいな。スラロームならですね。スラロームならですね。ただドリフト状態になったら今度は、あ、なるほどなるほど、違いますよね。まあ、タイヤのグリップがしっかりある状態で確認してるからですね。なるほどね。ちょっとスローで。うわ、スムーズになりましたね。ですね、うん、この特にこの車速が低いところのこの辺が、うん、あ、そう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 、これ考え、感じるんですよ、うん、言われてましたもんね、さっき。そう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 、やっぱよく聞いとるね、やっぱ聞いてます、聞いてます、そんな話よね。それもやっぱ嬉しいな、やっぱそこまで俺の話にこう耳を傾けてくれる。もちろんですよ。ここがですね、車速が乗るまでの、うん、一番こう、本当冗談できる、吉田君、うん、あの俺は冗談じゃない、本気で言うけど、いつも本気でしょ、でもそうそう、はいはい、いつも本気バッテンが、はい、これはやっぱ違うね。うーん、ボールデフいいよ、やっぱ。まあ、でもつけりゃいいっていうわけじゃないつけりゃいいってもんじゃない、うんうんうん、ただこれスラロームするだけだったら、まあやっぱもうちょっと緩めた方が、うん、なんか少々荒くてもやりやすいかなと思う。この辺がですね、車速が乗るまでのアクセルがですね、うん、乗ってしまえばですね、そうそうそう、乗ってしまえばこっちのもんですよね。乗っちゃったらもう知らないですよね。どっちのもんかは分からんですけど。今のあのね、やっちまったって言ったのは聞こえました。やっちまったって言っても、やっちまったチュリってなってやっちまったけど、その後ね、ほら、すぐグリップ状態に持ち込める、はいはいはい、そこがやっぱり、うん、このアングルかっこいい、かっこいい、はい、顎がだいぶ強くされて、そんな顎しゃくれとらんて、うん、あのね、スローいきますよ、チュリってなった時のこの感覚がもう全然つけさん、つけさん、つけさん、あ、あご、あ、いやいや、ごめん、危ないですよ、もう危ないです、出てくる。だから、あの、チュリッチャーの叩きが全然違うんだよね。あ、つけさん、つけさん、あご、あ、危ない、やっぱその、チュリッチャーなった時のリカバリー、うん、ウーバー発見、すぐグリップの回復がしやすい、なるほどですね。いいね、めちゃくちゃかな。やっぱりその、うん、ただケツを出すだけだったらですね、はいはいはい、そのリジットで、そうですね、まあ、デフを溶接ロックとかでもいいんですけど、ですね、うん、やっぱりそのドリフトに持っていくまでの姿勢を作るところっていうのは、そうですね、タイヤのグリップがあるところでしっかり作らないといけないから。はい、
その時やっぱり内輪差とかをちょっとですねやっぱり吸収しないと、うん、そうなんです、ね、姿勢が作れないんですよね、ドリフトに行くまでの、作れないんですよ、うん、って言われてましたよ、さっき。そうそうそう、はい、結局ね、結局ですね、こういうところは全然なく詰まるよね、うん、月代さんが上手いっていうのもあるんですけど、ね、まあですね、うん、まあ俺はどんな車でもあの走っちゃうからね、あ口だけはですね、そうそうそう、口だけはもうペラペラいっちゃうからね、とんでもないところですよ、全然詰まるよ、うん、やっぱ感じるね、これはに。でもあれですよね、まだ変え、オプションで変えたって言ったら、まあ、横間さんのボールデスにストロングギアにセンターシャフト変えたぐらい、そうですね、それだけですね、あとスパートピニオンを、あとスパートピニオンを変えた、70の30でしたっけ、いや75の30、75の30だったら私も言わないか気持ちよさそうですもんね、気持ちいい、気持ちいい、うん、何の次ぐらいに気持ちいいですか、やっぱりですね、はい、オナピーのいや、そういうことはないです、ね、いやごめんなさい、でも次なんですね、オナピーの次ですね、あ、ま、そこはやっぱり譲れんわけですね、絶対譲れんわけ、やっぱりですね、オナピーは最高です、最高ですやっぱあのボールデフ使うんですか、はい、オナピーの方もボールデフは使うんですか、広いんですよ、俺の夜のボールデフはすごいですなるほど、あもうバキバキに効くけどすごいボールデフいらないかもしれないですねすぐするですほらほらこういうところだ、わかります、わかります、ほんと、今のもそうだったけど、シュリって言ってから、うん、グリップ状態に、この、うん、グリップ状態にこう食わせる、うん、滑ってから、あ、うん、やっちまった、それからグリップの回復が早い、うん、スムーズにこう、ふわってこう、なるほどですね、これはいいね、ほんと体感できる、さっきから冗談抜きで言ってるじゃないですか、うん、ちょっとプリプリになるわけがこういうことだもん、こういうことだもん、やっぱ違いの分かる男ですね、分かりますね、あこういうところか、ほらなんか変なことつければいいってわけじゃないんですよね、えやっぱ分かってつける分だったらですね、またこれをじゃあ強める緩めるっていう意味が分かるんですけど、ほらそうです、ね、うん、変なことしよるよ、壊れよ、壊れよ、そういう状態に、ソリッドだとあそこがシビアだから、ちゃんとできるかできないかがですね。さすが分かってらっしゃる。これはね、やってる人なら誰でも分かりますね。